超ブレイク塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。企業自営出版コンサルなどで何者かになりたいあなたに、巷の売れ線ビジネス書では読めない地道だけど鉄板の裏道ルートをナビゲートする超ブレイク塾のポッドキャスト、笑うビジネスマン。こんにちは、超ブレイク塾主催の西澤和弘です。何者かになりたいあなたに向けたとびっきりのメッセージを本日もお届けいたします。前回に引き続き、ぶっちゃけ税理士の異名を持つ税理士岩松雅樹さんをお迎えして、ビジネス周りのさまざまなこと、特に取引というものについてぶっちゃけていただきます。改めて岩松さんのご経歴についてですが、山一証券を皮切りに10年間で転職4回ほどなさって、それから現在は税理士として独立して活躍なさっておられます。本音でぶっちゃける姿勢が、まあクライアントのね共感に呼んでおりますけれどもね、著書といたしましては、最新刊が誰からも取引したいと言われる会社の条件、そしてこれまでもたくさん本をお書きになってます、経営のやってはいけない、個人事業フリーランス副業サラリーマンのための個人が会社化から申告節税まで損得の本音ぶっちゃけます、ここまでタイトルでございますね。そして電子書籍におきましては、100倍株の見つけ方、こういったものもお書きになっておられます。詳しいプロフィールにつきましては、岩松正樹、岩は岩石の岩ですね、松は木片の松ですね。で、正樹の正は正しい、木が結構くせ者です、記入の木ですね、あの簿記の木です。はい、それで岩松正樹、あるいはひらがなでぶっちゃけ税理士、こういったキーワードでご検索なさってみてください。特に今回は、選んでもらった後そのお付き合いをどうすれば継続することができるのか、長い取引ができるのか、こういったことについて伺ってまいります。それでは地道だけど鉄板の裏道ルートにご案内いたします。超ブレイク塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。前回に引き続きまして、岩松正樹さんです。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、なかなか前回ですね、いろいろな意味で白熱いたしましたけれどもですね、申し訳ありません。で、今回なんですけどもね、取引先として選ばれたはいいんだけど、その先ってもなんか、あとは野となる山となるというか、客にしちゃえばこっちのもんだみたいなねぐらいのことを感じる。まあ、それは税理士もそうですけどね。でもまあまあ、それよりはね、なんか僕なんかもうそういうのもご縁だと思うので、どうせならこう長く付き合いたいななんて思うんですけど、でも現実としてはその、まあ続いてるお客さんもいれば、もうすぐ切れちゃうお客さんもいるしっていうところなんですけど、まあその辺、長く取引続けるためにどんな姿勢でこう臨めばいいのかなみたいな話を伺いたいんですけど。まあ、端的に言っちゃうと、結局まあこれビジネスって全部そうだと思うんですけど、相手のまあ悩み事を解決する、要は問題解決することが、要はビジネスの本質だと僕は思うんですよね。だ、要は相手が困ってるとか、相手が何かしてほしいっていうものをこっちがしてあげるなり提供するから、そこでビジネスが成立するわけで、取引が成立するわけだから、ってことはそれをずっと継続できてれば切れるってことはないんですよ。だから、ね、自分の商売でいうと、税理士っていうのはその点すごい恵まれてると思うのは、例えば法人にしても個人にしても、確定申告とか法人の申告必ず年1回必ずあるじゃないですか、どんなことがあっても。ってことはそれが、まあ、皆さん悩みというか困るわけでしょ、必ずしなきゃいけない、仕分けからして分かんないの、ね、ってことは、ね、通常もそういう仕分けが分かんないとか、取引が分かんないっていう問題を解決してあげる、で年1回必ず決算で解決してあげるっていうのがあれば、だからずっと我々って意外と比較的取引っていうのがこう長く続く。だからよく弁護士さんとそういう話すると、弁護士さんは結構裁判なりなんなりないと、まあ問題解決してあげられない、あとは困りごとがあった時に相談、だからそうすると1年間何もないなんてこともあるわけですよ。ちょっと我々がしたらいいじゃんと思うんだけど、そうすると逆にね、顧問料高げとかって言われて切られるとか、相談するときだけお金払うとかってやっぱりなっちゃうんですって。だからこれは
全部そうだと思うんですよ。だから要は相手が困ってるとか相手の問題解決するためにこちらが常に何か提供できる、うん、だから仕入れて売るなんてもそうじゃないですか、うん、相手が欲しいって言った時にこっちがもういつ持っていくかとか、だからそれを常に意識して、うん、極論言えば困りごとないですか、とか、うん、あとなんかこういう提案ありませんとか、そうご要求、ご要求って絶対これから大事だと思うんですよ、うん、あとは相手がなんかそういう本当に困った時があった時にそれパッと解決してあげられるかどうか、うん、でその時に自分ができなくても、うん、じゃあ誰か違う人紹介してあげようとか、それをできるように準備しとくっていうのも大事なのかなと思うんですね、うん、だからやっぱりお客さんなんか見ても20年さんね、社歴20年とか社歴何年で長いのを見るとやっぱりね、取引先ってねそんな変わってないっていうのもあるんですよね、しっかりいいところを、うん、でそうするとなんでなんなのかなっていうと意外ともうお互いに分かんないんですよね、なんでここが、うん、うちに注文来るのか分かんない、うんうん、でもねこれ実はうちになぜ注文来るのか分かんないっていうのが実は問題解決なんですよ、っていうのはこれね、例えばほらよくあるでしょ、うん、観光庁なんかで、うん、なんか同じ人ばっかり行使してるとか同じ人ばっかりしてるなんであんなやつにってあると思うんですけど、うんうん、はいはい、でもそれってね実はねその担当者にとって都合いいんですよ、なるほどね、っていうのは、うん、新しいとこ取引するときって、うん、倫理上げなきゃいけないとか、あ、いろいろ面倒だよね、面倒なの面倒なの、うん、だって自分もねあるところとちょっと取引こう、うん、継続あるんですよ、そうするとね、そうちょっと大手なんですけど、はい、やっぱりね半年で切れるかなと思ったらまたお願いします、またお願いしますって、うん、なんでなのかなって思ったら、うん、やっぱりね楽なんですよ担当者が、うん、もうこっち分かってるから、うん、こうやってくださいね、あいいですよってこうできるじゃないですか、うん、だから要は相手の問題解決してるわけです、うん、継続取引の基本ってそこだと思うんですよね、うん、そうって考えると一番最初にどっかとにかくいいところ、まあ、嗅ぎたくするの、それがまあ一番大変なんだけど、うん、その後その継続取引するコツってやっぱり一つはやっぱり、まあ、くどいですけどやっぱり問題解決、うん、で相手の手間を取ってあげるっていうのも、はい、そうするとね多分なりますよ継続、うんうん、あのよくほらコピー機とかもそうだけど、なんか自分たちもこう惰性で取引してるのかってあるじゃないですか、ありますね、でもあれってやっぱり楽だから続くわけでしょ、うんうん、あれが例えば来月からシステムが変わりましたなんて言うと、うん、あ、めんどくせえな、汗変わっちゃうとかって、バージョンがアップしてるようで、うん、実は改善になってるんだかなってないんだかよく分かんないところにね、ありますよね、ありますよね、あれってお客さんのため継続取引のためになってるんでしょうか、だからほら今回の Windows だってそうじゃないですか、うん、別に XP でいいじゃんってみんな思ってると思うんですよね、うん、あれは多分やっぱりセキュリティとかなんとかとか、うん、なんかいろんなのあるんだとは思うんですよ、うんうん、でもやっぱり要はほら売り上げ上げるためでしょ最終的には、まあね、ただ分かんないですよ、売り上げ上げるためもあるし本当にそれをガードしたいから、うん、そのためのコストがあってってこっちの熱い思いがあるのかもしれないけど、うん、決してそれが相手に伝わってないケースの方が多分多いと思うんですよ、うん、でよくあるのが、うん、これもまたうちらの業界の話になっちゃうんですけど、例えばほら毎月必ず訪問しますとか、うんね、そういうのあるわけですよ、はい、でもそれが完全にこっちのマスターベーションになってるケースってすごいあるんですよ、あります、ね、俺私あるお客さんに言われたのが、うん、いや毎月来られてもね、うん、対応する事務員が嫌がってんねんと、面倒くさくてて、うん、時間取られるしと、うん、だったら来なくていいから、あの資料だけ送ってよこせとかね、うん、あのメールでやり取りでいいじゃんとか、うん、だからそれはこっちでは良かれと思ってしてても相手の全然ダメになってるのそれあるんですよ、絶対ありますから、うん、だからそれはもうこっちの都合だっていうのがやっぱり悟られるんじゃないですかやっぱり、うん、うん、だから特に今の時代っていうのはこういろんな価値観があって、うん、でしかもお客さんたちもみんなこうなんか変なこと言えば、ね、1億払ってる人も100円払ってる人も客は客だろうみたいな、まあね、あるじゃないですか、本当にね1円でも払えばなんか強気になりますよねそうおめえ払ってから言えよって言いたくなるような、うん、まあ、俺は客だぞみたいなのあるでしょ、でもやっぱりほら、うん、そういういろんな人たちに対してこうホイホイしてあげるために、うん、逆に言うとホイホイしてあげれるようになんかこううまくこっちも対応してあげるっていうのも大事なのかなと思いますよ、だからそれが、うん、でこっちの提供するものの仕方だと思うんですけど、うん、超ブレイク塾ポッドキャスト笑うビジネスマン、だから逆に言ったらそのホイホイしてもらいたかったらもっと金出しなさい、でも俺はいいと思うんですよ、うん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 、それは向こうにとってなんだっていうかもしれないけど、うん、じゃあ逆にそういうなんだっていう客とは取引しなくてもいいわけですよ、だからそれは逆に言うと、うん、こっちが選ばれるためにはこっちも選ばなきゃいけないわけですよ、うん、相手をね、だって取引先だって何でもかんでも一律に
ですが、それを望んでる人もいないし、極端に言えばお金なんぼ払ってもいいから俺にだけよくしてくれって人もいるかもしれないじゃないですか。だったらその人に対してそういうサービス提供すればそこはずっと続くわけですよね。だから一律でいいってお客さんをターゲットにするというのはそれはそれでいいと思うし、いやもう個別にねじっくり一人一人コアなやつその代わり料金いただきますよ、俺はそれはそれでいいと思う。そういう取引をずっと続ける、だからそれはもうやっぱり相手があるものだから取引って、やっぱりその相手を見てこう考えてこうやっていかないといけないのかな、逆に自分がどういう人と取引したいのかなっていうのが絞り込めないと意外とこうバラバラになるし、だから意外とこう押し付けんじゃないけどこうマスターベーションもなんのかなって思いますよね。結局そのね、良かれと思って、ちょっとサービス内容変更いたしました、ありますね、ありますね、だけどその変更前のがいいじゃないかみたいなこともあったりするわけじゃないですか、だから本当はそれやるんだったら、プラスアルファお金請求すればいいんですよ、本当はね、だから改善しましたと、もしくは改善しなくてもいいんだったら今までだけど、例えばこういうプラスのサービスあげましたって、要は付加価値で本当はすればいいのよ、と別にいらない人はいらないわけじゃない、それと同じ値段つか同じあれで、いや実はもっと良くなりましたっつったら本当ね、じゃあさっきは今まではどうだったんだと、ね、昔あったじゃないですか笑い話で一番搾りこれが美味しいのはよく分かってた、じゃあ今までは何だったんだみたいな何飲ませてたんだろう、何だろうって。だから逆に本当気づかせてしまって失敗するってのは確かにあるんですよ、いい意味で騙し続けなきゃいけないというのももちろんあるんですよね、やっぱりそれは。だからコスト改善がこっちがそうなってきて粗利が高くなって、まあ、例えば今まで10で提供したのが8とかの力で提供できるようになったら本当はこっちのそれ利益になって、逆に言うとそれをじゃあ値下げしてあげるのが客にとってプラスなのかっていうと、それもじゃあもっと最初から下げたらよかったじゃねえかって言われる危険性ももちろんあるわけだから、プラスアルファのなんかこっちができるようになったら本当は付加価値にしてあげてお金プラスでとかっていうふうに本当はそういう提案してあげればいいんだよね、だから多分ねそれってあの例のほらイノベーションのジレンマとかにもなると思うんですよ、だからね今まではこの商品でした、そうもっとすごい画期的なこういう商品が出ました、これはもっと安いです、そう今までのお客さんを失っちゃうんじゃねえか、そしてこうもたもたしてる間に他に客こっちも全部取られてしまうみたいな、だったら全部一気に変えてしまうぐらいの覚悟がなかったら多分ダメだろうし、もしくは別の客層に売るとかね、あなるほどね、だから既存は値下げで対応してもいいから、だから新しいのができるんだったら既存客には本当プラスオンかなんかでもいいし、もしくはもう全然違うお客さんに提供するとか、そこは本当戦略っていうか戦術などちらなんでしょうね、戦術なのか戦略なのか分かんないですけど、ただ単にポン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 値下げすればいいとか同じ値段でいろんなの足してあげればいいっていうのが、プラスになるかっていうとそれは決して違うと思いますよ、だからやっぱ企画を変えるとか、だからそうするとね相手が何を欲していくかっていうのもやっぱそこが大事なんですよ、だからこれよくうちの友人のね、ほらいわゆるできる営業マンとかそういう人たちが言うのはやっぱヒアリングとか、コミュニケーションとか、そうそうそう、それじゃないってことですね、そうお客さん一体何を自分に求めて、だからなぜ自分が選ばれてるのかっていうのを突き詰めると、本当その手間が楽だから慣れてるからいいのか、値段が安いからいいのか、商品が気に入ってるなでのか、人格が気に入ってるのか、人柄なのか、それをやっぱり相手からなぜ自分が選ばれてるのか、自分が取引されてるのかっていうのもやっぱり自己分析もやっぱある程度しとかんと、やっぱ対応間違いないですね、一律にバッとやると、だ僕なんかよく言われるのはね、よくまあね本とかで取材、なんで俺選ばれたんですかねとか、なんでなんですかねってふざけ言うとね、あれなんでダメなって言うそうなんでなんだろうねなんて考え出すから、あじゃあやめましょう考えるのなので、よくふざけて言うんですけど、だから結局まあ最後は責任なんだけどね、ちょっとね極論言っちゃうと、まあ、それもありますね、極論っちゃうと最後は責任になっちゃうけど、でもそこでもやっぱりほらお金が発生する部分だからやっぱりね適度な価格、いい価格帯なのか高い安い、まあそれはやっぱ日頃からのコミュニケーションというかやっぱりまあほら心理学的に言えば接触回数を増やして親しみをねあれする、やっぱそれはやっぱ大事だと思うんですよね、最後はやっぱつながりね、要は自分の身にしても本当すぐ分かると思うんですよ、あのやっぱりほらほっぽっとかれると寂しいっていうか、もう俺のことなんかいいのねみたいなってあるじゃないですか、やっぱ時々でも声かけてもらえると嬉しいっていう、やっぱ承認欲求ってやっぱね、それはお客さんでもそうだから、やっぱりあ僕のこと忘れないでくれたのねって嬉しいっていうのはあるから、やっぱそう考えたら継続取引の基本はそこだと思うんですよ、最終的には、超プレイ塾ポッドキャスト笑うビジネスマン、今回も内容盛りだくさんでカットするのがもったいない、
この続きはパート2をお聞きください。